混合型コルベットは日本海軍の装甲コルベットの艦級で同系艦に隻。日本海軍で初めての心臓巡洋艦にして原則走行を持つ装甲艦でもある。また両艦はエルトゥール合奏難事件の生存者をトルコまで送り届けている。1877年に取られた比例。1872年当時日本海軍の所有する艦船は 江戸幕府や各藩から引き継いだ軍艦14隻、輸送船3隻しかなく、多くは練習船として使用され、警備活動に使用できるのは、日清1隻程度だった。そこで1875年に、日本海軍は、海軍省設置後発の海外発注として、イギリスに3隻の装甲艦を発注した。それが、装甲艦、不装と、この混合型2隻だった。 1880年代後半に撮られた、竣工当時の混合号。この頃から、白系塗装となった。混合型の設計は、イギリス造船局長も務め、近代海軍の父と言われた、エドワード・ジェームス・リードによる。鉄骨木皮の船体に、バーク式搬送用マスト3本と1本煙突を持ち、原則部に、 連鉄製の原則走行 137mm 走行を張って防御していた。艦隊内部には長期航海を想定して石炭を排水量の約1、7にあたる330から340トンも搭載できた。本型はイギリスでの建造であるが兵装にはドイツのクルップ式護装填砲を採用しており、手法としてクルップ 17cm を 単装砲がで、艦首選手楼に並列配置で2機、艦尾備艦パ板上に1機の、計3機を配置。原則の訪問部に、副砲の、クルップ15センチメートル後装填型ライフル砲を、片弦3機ずつ、計6機を配置した。他に、対艦攻撃用に35.6センチメートル、水上魚雷発射艦単装1機を装備するなど、当時最新鋭の武装を持つ艦であった。 竣工後に近接火器として艦上に、イギリスのアームストロング社の、アームストロング 7.6cm5 装填型ライフル砲を2機、フランスのオチキス社の、オチキス 3.7cm 速射砲を、単装砲がで4機、ノルデンフェルト社のノルデンフェルト式 25mm4、連装機砲を4機とノルデンフェルト式 11mm5 連装機12機を装備した。 イスタンブールに到着した、コンゴを描いた絵画。コンゴは1878年1月に、花ハ春アール社で巡工ヒエイも、同年2月に、A、エーミルフォードヘイブン社で巡工し、ニカントも5月に、日本に到着した。日本に、引き渡し後は警備活動に従事していたが、1889年度から1902年度まで、少尉候補生の遠洋航海に従事している。 また1890年から翌年にかけて、エルトゥルール号遭難事件の生存者をトルコまで送り届ける、遠洋公開を実施した。日清戦争には両艦とも従軍、旅順攻略戦などに参加した。1898年に解剖艦となり1905年の日露戦争に参加、旅順港の警備などに従事した。その後は、 測量任務に従事し、1909年に金剛が、1911年に、比叡がそれぞれ除籍され、後に解体された。ありがとうございます。